はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今日、青と今日はまあ息子も一緒に撮ります。よろしくお願いします。お願いします。今日はご提供です。アキーヨっていうメーカーの、ドライブレコーダー、これなんと2020年最新式の360度カメラ付きのドライブレコーダーです。ミラー型ですね。360度カメラめっちゃ気になってました。機能がかなりすごいのでおすすめ品としてね、今回紹介していきたいと思います。中身の方開けていきます。はい、じゃあね、早速開けていきます。今日初めて開けるんですけど、やっぱね、そのミラー型のドライレコめっちゃ僕は超おすすめです。今前紹介したやつつけてるんですけど、ミラー型は何がいいかっていうと、バックカメラっていうかバックモニターになるんですよね。デジタルルームミラーとして使えるので超おすすめです。今回のもう一番特徴ですね、360度カメラ、リアカメラ。これね、リアカメラもめっちゃいいやつですね、国産と何ら変わらないリアカメラです。これが多分ね、防水加工は挟まれてないんで、リアのガラスにつけるタイプですね。これが自由に動くんで、はい、結構高性能なリアカメラ。これもリアカメラもフル HD1080p ですね。で、これはリアカメラのケーブル、かなり長いですね。何メートルかな、ちょっと後で書いておきます。あのリアカメラにこの赤い線がついてるんで、これをバックの信号につなぐ、テールランプのバック入れたら光るとこありますね。そこにつなぐとバックの時もね、これで優先的にこの画面が切り替わるっていう機能もついてます。シガーソケット電源ですね。 GPS がついてるんで、速度とかね、時間とか、あの時計とかもね、合わせる必要がないです。これで受信して速度も出るし、時計もこれで、ね、合わせることができます。内張りに線を通すんで、こういうものもヘラもついてます。これリアカメラ用の両面テープの台座ですね。ミラーの、フロントのこれのね、止める、ゴム2種類入ってますね。大小と2種類入ってます。で、なんか拭くやつですね。こう拭くやつ、マイクロファイバー、わからんけど、あの秋代さんのすごいところは、あの日本語が全て完璧にまともな日本語となってます。でサポートセンターっていうのがもうすごいね、対応してくれるんで、日本語全て完璧な日本語でサポートも充実してるんで、これ一応12ヶ月保証、1年保証となってます。このドラレコですね、Amazon でも、売ってるので Amazon リンクも貼っておくんですけども、専用のサイトがあるんですよ。で購入サイトがあるんで、それのリンクも貼ってます。でなんとその専用サイトで買うと Amazon よりもかなり安く買えます。クーポンコードもつけてますので、この専用サイトで買うとさらに 5% 引きで買えるようになってます。この動画を見てくださった方限定ですね。そちらの方も動画説明欄に載せておきます。業界最新の全方位同時録画ドライブレコーダー、ミラー型、11.88 インチですね、約12インチあります。前後カメラ水平360度、垂直220度ですね。超広角、 GPS 搭載、音声録画、これね結構音声も綺麗に撮れます。で2020年最新スマートルームミラー、画面を切ればねルームミラーとしても使えます。ソニーセンサー、まあね今もう話題のねソニーセンサー搭載と、でタッチパネルです、もちろん。で HDR 搭載、白飛びしなくてちゃんとクリアにね見えるっていう HDR 搭載ですね。で G センサー、超激感知、バーンとぶつかった時にそのファイルをロックしてくれるやつですね。で、駐車監視、この駐車監視に関しては専用のハーネスが2000円ちょっとで出てるので、止まってる時、エンジンかけてない時に衝撃があった時に、録画開始する、その専用ハーネスも別売りです。でそれをつけておくと駐車監視機能を使えます。それも、専用サイトから買えますんで、ぜひねチェックしてみてください。で、エンジン連動ですね、もちろんエンジンかけると録画開始と、地デジ干渉対策ですね。フルセグとかテレビ見てる時にこうちらつきとかノイズが入ったりするのを防ぐ対策されてます。結構ここ重要なとこなんですけど、信号機対応してます。
で信号機は西日本と東日本で周波数が違うんですね。 60Hz と 50Hz、 それも多分選べると思います。 50Hz、60Hz の信号機対応になってます。 32GB のマイクロ SD もちろん搭載してます。日本語説明書も重要ですね。12ヶ月保証ですね。はい、ということで機能満載でございます。もう言うことないんじゃないですかね、機能で言えば。で今回はステラカスタム RS ですね、今回買った。それにまだドラレコが付いてないんで、これを取り付けます。で取り付けの映像はもう過去2回やってるので、取り付け方はねほぼ全部一緒なんで、そこはちょっとカットしようと思います。はい、じゃあもう取り付け完了しました。リアカメラもつけて GPS もつけて、起動時間がねちょっとね、長いです。起動時間が結構時間かかります。エンジンかけます。はい、結構かかるね、15秒ぐらいかかるかな。まあこれが起動してからスタートした方がいいです。何かあったら悪いんで。で今この画面になってますけど、もうねすでに録画開始されてます。でタッチパネルなんで、まず画面の設定か。で今ワイドアングルっていうので、これはもうあれも何もできんね。でダブルタップでバックカメラのみになりますね。で、画面の設定はこれで、球面モードっていうのをすると、こっちがバックカメラで、こっちが360度カメラ見えるかな。うん、顔まではギリ映らないんですよね。ただこんだけ横まで映れば相当バッチリやと思います。前も十分綺麗に映ってるんで、すごいですね。もうリアカメラの性能もいいですね。で、中央になるとバックカメラが真ん中で、でサイドを映してくれます。このサイドもこれで変えれます。こっちもこうやって変えれます。でマルチウィンドウにするとこっちが前横ですね。で室内、室内もね結構事故の時重要になってきます。携帯をね操作してるのとかも全部見えるんで、まあ悪いことしてたらねバレますけど、事故の時とかに体に衝撃とかがあった時にムチ打ちとか の証拠になるんで、インカメラも重要です。室内ももう死角なしですからね。でバックカメラにマルチモニターっていう感じですね。で普段は僕はどうしようかなと思ってて、前と後ろ両方、後ろだけにするときはダブルタッチで後ろだけになるんですけどね。はい、こんな感じです。で設定は一回録画を消して、で設定画面もう全部日本語なんですよね。全部日本語。常時録画の場合何分でループするか、ループ時間ですね。1分ずつ撮るのか2分ずつ撮るのか5分ずつ撮るのかで、 G センサー感度も、高く設定してます。衝撃を感知してそのファイルをロックしてくれます。例えばポンと衝撃を、結構あれだな、だから SOS っていうマークが出ます。これファイルロック今かかりましたよっていうことですね。もう一回録画を止めて、設定ね日本語で分かりやすいですよね。でフリッカレス、これ多分信号ですね。 50Hz、60Hz、信号機も電気で作動しているんで、その西日本東日本でヘルツが違うんで、ここ九州なんで 60Hz です。設定してます。音声もオンにしてます。音声も絶対オンにしといた方がいいです。事故の時の衝撃の音とかもう重要になってくるんで、この音声はねオンです。でリアカメラは鏡像にします。鏡にしといた方が見やすいです。で多分録画の時は静像になってるはずです。でスクリーンセーバー、何もしなかったら、鏡の状態に、画面が消えて鏡の状態になるのが僕は嫌なんで、常時表示ずっとですね、
表示したまんま行きたいと思います。で GPS ついてるんで、時間、日付、速度とかもね出ます。であとはこっちの設定で言語が日本語ですよね。で操作音の音の調整もできます。この GPS で車速、方向、日付、車速のみ、日付のみ、オフにもできます。で僕は全部つけたいのでこれにします。で車速もキロメートルなのかマイル、マイル、外国のマイルなのかでしょうね多分ね。で SD カードのフォーマットします。最初使うときにフォーマットしておいた方がいいですね。こんな感じですね。任意で日付も変えれます。で GPS がついてるんで日付とかねこういうの合わせる必要はないです。360度カメラ初めてなんですけど、まあいいと思います。球体モードこれもねすごくねいいと思います。この状態でも、うん、すごいよね360度。画面の暗さの調整、画面の暗さの調整はこれ、こういう風にすると明るくなって横にスワイプすると真っ暗になります。でも画面は消えませんね。画面オフの時は確かここやった、うん、ここにボタンがあるんですけどこれをボタンを押すと画面オフになります。うん、このボタンで鏡になります。でも録画はされてるままですね。はい。であとバックカメラ連動のスイッチをつけたのでバックに入れると、はい、はい、バックに入れるとこの画面になります。でまあガイドは当てにならないんですけど、このこれをね調整できます。ギリギリ下まで見たいので今一番下に設定してます。で戻すと画面は普通の通りですね。でバックに入れたらこの固定し一番下に固定してるんで一番下の画面で表示されます。それがめちゃめちゃいいです。普通のバックカメラとして使えるのでこれね連動することをお勧めします。ナビとかがついてない方、バックカメラがついてない方はバックカメラにもなりますんで、めちゃめちゃ便利です。このミラー型はね超おすすめです。本当前つけたんですけど、前つけたやつは360度じゃないんですけどミラー型っていうのはもう本当に見やすいんで超おすすめです。はい、撮った画像なんですけど一般の Windows メディアプレイヤーでは再生できないですよね。で専用のソフトがSD カードに入って、で自動的にっていうかインストールしますかって出るんで、そのプレイヤーをインストールします。こいつですね、こいつ見えるかな、こいつがインストールされます。でこれをクリックしてやると、起動するのでこれがプレイヤーになります。専用のでさっき撮ったやつをこっちですね、はい、めちゃめちゃすごいよこれ。はい、こんな感じでこれにしてます。これワイドってやつね捨てて、これでこんな感じで顔もね映ってますね。顔の半分ぐらいまで、僕背高いんで半分ぐらい切れてますけど360度死角なし。こんな感じで専用ソフトを使ってプレイヤーを使ってこうやって操作することができます。で信号機もねちゃんとピカピカ対応してますね。ちょっとねやっぱ360度っていうだけあって 1080p の割にはちょっと荒いですね。でちょっとねこうアップにもできます。すげえすごい。まあ看板は全然普通に見える、ナンバープレートも見えますね。はい、なので携帯電話を操作してたりとかしたらね証拠に残っちゃうんで、まあ、絶対それはしちゃいけないことなんですけど、車内もバッチリ映ってますね。横からぶつけられたとしても後ろぐらいまで、後ろも見えるよね、見えるね、すごいすごい。死角なしですね。上はちょっと死角になりますけど周りは全部死角なしで撮れてます。地図も詳細も出てます。すごいね、これ。すごいすごい。
今までのドラレコの中ではダントツ機能的にはすごいですね。バックカメラの方はこれも専用ソフトで動かしてやらないと画質が全然違います。どっかで見たことあるようなエボが映ってますけど、これあのガラス越しです。リアはガラス越しでつけてます。このエボはかっこいいな。誰だろう、まあ、うちのチームのメンバーですけど、まあ全然映ってますよね。めちゃめちゃ画質がいいわけではないですけども、まあこんだけ映ってれば、うん、問題ないんじゃないでしょうか。はい、夜間撮影もねしました。一応夜の方も、撮ってみましたけども、まあ看板も見えるし、まあ対向車のナンバーは正直見えないです。でどのドラレコも今までつけてきたドラレコ全てですね、夜間は対向車のヘッドライトがやっぱ眩しいので、ナンバープレートまではね見えません。どの車種はね特定できます。色と車種は特定できます。でまあこういう看板とかも見えます。なんでまあ何ら普通のドラレコと変わらないレベルで問題なく映ってます。車内の方は暗いですね。まあでも街の明かりがあればこんな感じでくっきりと中まで映ってます。これ信号待ちですね。信号待ちの時はこんな感じで映ってます。綺麗ですよ比較的。はい、これだけ綺麗に映ってれば十分かなと思います。はい、これがバックカメラ、リアカメラの方ですね。リアカメラも信号機対応してますね。リアの場合はね特にヘッドライトも何もないので明かりがないので、その割にはねやっぱりフル HD の画質だと思います。まあちょっとねノイズ入りますけど、ちゃんと明かりがあるところはねちゃんとくっきりと映っております。何ら問題ないですね。まあ欲を言うなら画質を 2K ぐらいまで上げてもらったらいいかなと思いますね。これが最新型の360度カメラでした。はい、いかがだったでしょうか。最初に言った通り、Amazon リンクも貼ってるんですけども、 Amazon で購入するよりもこれの専用のサイトがあります。そちらでですね購入していただくと、専用のクーポンコードも説明欄に貼っておりますので、そのクーポンコードを入れることによって 5% 割引になりますので、ぜひね、検討されてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。